無知の響き小林少年は子供カブトムシの後をつけて十二号室に入りましたそれからその部屋の中でどんなことがあったかは略しますそれはやがて間もなくわかる時が来るからですお話はその明くる朝同じ石の建物の中の 大広間で起こった出来事に移ります。その朝大広間にはピシッピシッと無知の音が響いていましたその広間の中を十数匹のオオカブトムシがぞろぞろと行列を作って這い回っていましたその輪になった行列の真ん中に派手な島の洋服を着た白ひげのじいさんが 手に長いいを持って立ってて立るのですそれはいつか賢治少年が兄さんの宗一くんと一緒にお家のそばの街角で覗きからくりを覗いた時の光景とそっくりでしたそしてあの覗きからくりを見せてくれたじいさんこそ今この部屋の真ん中に鞭を手にして立っているじいさんと同じ人だったのですそーらし しっかり歩くんだ。おい十一号、向きが違うぞ。列を離れてはいけない。シリー。恐ろしい無知が十一号と呼ばれたカブトムシの背中に飛びました。今度は走るんだぞ。遅れたやつは無知のお見舞いだ。 そら、いいか駆け足号令とともにムチが空中でピシッ、ピシッとなりました。十数匹の巨大なカブトムシたちはムチを恐れて駆け出しました。いくつとも知れぬ足が床を擦る音が、ザーッというような異様な響きを立てるのです。巨大な幼虫どもが、 大きな輪を書いてぐる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 広間の中を駆け回る有様は、実に何とも言えないへんてこな、薄気味の悪い光景でした。そして駆け足で三度ほど回った時でした。突然、止まれじいさんが激しい声で号令をかけました。おい、十二号、こちらへ来い そして十二号の背中にピシリーとむちが当たりましたおかしいぞおまえいつのまにそんなにうまくなったきのうはいったばかりの兵隊がそんなにはしれるはずがないおかしいぞおいあおむきになれ そして顔を出してみろまたムチが飛びましたしかし列を離れた12号のカブトムシはじっとしたまま身動きもしませんいよいよおかしいぞ貴様誰かに代わってもらったな誰だ この子供の身代わりになったやつは。さあ出てこい。顔を見せろ。出ないと。ぴしり。二度三度、ムチが背中に飛びました。それでも十二号は強情に黙り返っています。そこにうずくまったまま、てこでも動かないという格好です。 その時です。部屋の外の廊下の方からただならぬ物音が近づいてきました。さあこっちへ来い貴様、けしからんやつだ。ベッドの下なんかに隠れて訓練を怠けやがって。かっか。昨日入った十二号の新兵がベッドの下に隠れているのを見つけて引っ張ってきました。 ケンジ少年が2人の荒くれ男に両手を取られて部屋の入り口に現れました2人の男はじいさんの重だった子分なのでしょうジャンパーを着た人相の悪いやつですこれがこの王国の将校なのかもしれませんうんやっぱりそうだったかするとここにいる十いる。 だおいお前たちこいつをひんむいてくれじいさんは白いひげをふるわせてどなりました2人の男はその命令を聞くとケンジ少年をじいさんに渡しておいていきなり12号のカブトムシに飛びかかっていきましたそしてカブトムシを捕らえてしばらくもつれ合っていましたがやがて 二人の男の口から驚きの叫び声がほとばしりました。いや、貴様誰だどこからやってきたのだ十二号のカブトムシの腹の中から現れたのは、他ならぬ小林少年でした。小林君は、ケンジ少年をかわいそうに思って身代わりを務めてやったのですが。 十二号の身のこなしがか弱い賢治君にしてはあまりうますぎたので替え玉がバレてしまったのですその上隠しておいた賢治少年まで見つかってはもうどうすることもできません「うーマ術師の正体 おおかたそんなことだろうと思っていた貴様明智探偵の助手の小林だなチンピラのくせに大胆なやつだよくここへ忍び込んだうーんわかったぞ貴様 いつもの手を使ったなわしらの自動車のトランクの中へ隠れてついてきたんだなだがこうして見つけられたらもうダメだかわいそうだが鉄っ王国の掟に従って厳罰に処するぞ。 わしの国には,死刑は,ないわしは血を見るのが嫌いだ。だからこの国の兵隊は鉄砲やピストルや剣は持たないのだ。その代わりにカブトムシの妖術を武器にしているのだ。しかしこの国の厳罰というのは。 死刑よりも恐ろしいのだ死刑ではないがやっぱり命がけの罰ださあこの2人の子供をひっくくって猿靴はおかませろカイロウジンは激しい声で命令を下しました2人の荒くれ男が用意していた縄を取り出して 小林少年とケンジ君に近づいてきましたその時ですうっかりしていた回老人の体へ黒いものがパッとぶつかっていました黒い覆面は取られていましたが首から下は足の先まで黒ずくめの小林少年が回老人に飛びついていったのですそしてあっという間に老人の長い白ひげと白髪頭を引きちぎってしまいました それは付けひげとカツラだったのです。そしてその下から現れたのはまだ若々しい男の顔でした。小林少年の目にも止まらぬ早業にさすがの悪人もあっと叫んで思わず両手で顔を押さえましたが、もう間に合いません。今度は小林君の方が笑う番でした。<laughs> カブトムシだよっていうのは君のことだったのかそれにしてもまずい変装だね変装の名人にも似合わないじゃないか <laughs> なに変装の名人だと老人に化けていた資料はなぜかギョッとしたように聞き返しました明智先生には初めから分かっていたんだよ ただ言わなかっただけさ。<laughs> なんだと小林少年はまたさも愉快そうに笑いました。そして相手の顔を真っ正面から指さしながら「怪人二十面相」それとも四十面相と呼んだ方がお気に召すのかい こんな妙な真似をして世間を騒がせるやつが二重面相の他にあるものかいくら変装したってそのやり口ですぐに分かっちゃうよ <laughs> 今度も君の負けだったね君の狙いはいつも明智先生だ世間を騒がせておいて明智先生がどうすることもできないのを見て手をたたいて笑いたいのだ 明智先生を任かしたいのだそれが君の念願なのだところが今度もダメだったねこうしてちゃんと見破られてしまったじゃないかしかし悪人たちが小林君にいつまでも勝手なことをしゃべらせておくはずがありませんその時2人の荒くれ男が両方から小林君を抱きすくめぐるぐると縄をかけてしまいました 老人に化けていた二重面相はそれを見ると、さも心地よさそうに。また大笑いをしました。<laughs> <laughs> 今度は俺の笑う番だよ。かわいそうに。利口らしく見えてもやっぱり子供だね。敵の城の中へたった。一人で飛び込んできて。 俺の正体を暴こうという勇気には感心するが。さて。そうして縛られてしまったらもうおしまいじゃないか。焼いて食おうと煮て食おうと、こっちの思うままだぜ。ははははははは。気の毒だねいよいよ。 俺の国の一番重い刑罰に処せられるのだおいこの二人のチンピラを鉄塔の頂上へ追い上げてしまえ二重面相はそこで恐ろしい形相になって激しい声で命令しましたその時にはケンジ君も小林少年と同じように縛られていました そして二人の荒くれ男が二少年の縄尻を取って大広間の外へ引っ張っていくのです。二重面相もニタニタ笑いながらその後からついていきます。ああ、二少年はこれからどんな恐ろしい目に遭うのでしょう。二重面相が言った通り、小林君は少し知恵が足りなかったのではないでしょうか。 いくら敵の正体を暴いても、再び生きて帰れないようなことになっては、せっかくの苦心も水の泡ではありませんか。